ますか？おじゃる丸の町の名前絶好調って言うんですよ。知ってましたか？絶好調生まれのいのなんこと、うん？こんばんは。ラパンさん、新規ピオラ？わあ、嬉しい。ウェルカムトゥピオラ。ウェルカムトゥピオラ。マッチュン、ワンワンありがとう。なんか違和感した？なになに違和感って。月光町だったっけ？え？絶好調と思ってた。え？ちょっと待って。こんばんは。ラチチトラさんありがとう。時間設定特にないんですけど、普通にあのこの時間からできるなと思ったから。なっちゃんこんばん、こんばんは。いいなちゃんハートありがとう。あとなんか通知来ないってさ書いてる人がいたので、ツイッターにもやっぱ時間設定しといた方がみんな見れるかなと思って。こんばんは。ピロピロしたんさんハートありがとう。こんばんは。やはり月光町？あれ？絶好調？月光町なの？え？そうなの？まっちゅんトラコありがとう。今日も世界で2番目。2番目って何？今日もレース、はい、そうです。こんばんは。本当だ、本当だ。明日ツイテールの日か。ありがとう。用意して寝よう、明日の写真を。クックックック。バカ似合う？こんばんは。2時2分にやろうかな。2時2分にツインテールの写真。うそうそ、こんばんは。2時22分になるよ。ちょうど2時2分か。こんばんは。僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎてキュンチチル。まあ通知来なくて毎日見る。お、チキチキありがとう。ゆっちゃんハート。なんで二つに結んだの。いつ夢に出てきて、いつにしようかな。なな本当に高校卒業して、卒業した。2月は猫の日でもある。猫？確かにニャンニャンだもんね。どうしよう。明日はじゃあニャンニャンのニャンニャンしないとな。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫。こんばんは。昨日の TikTok 見て泣きそうになった。皆さんの自転車、うん、全然ロードバイクみたいなのじゃなくて、カゴ付きの、もう一般的なやつ。
ゃんにゃん。こんばんは。笑わないでください。笑ったしない、笑ったピーポーしないでください。今日眠くない、眠くない。犬なん、こんばん、こんばんは。ママチャリでもないな。電源ないもん。三輪車がお似合い。こんばんは。あった、ありがとう。こんばんは。そう、早ツイートしなかったんです。クックックック、いやな、自転車乗れないみたいに思われてる。寝てないよ。もう朝の11時からレッスン行ってたよ、今日は。こんばんは。エリンリンちゃん、ハートありがとうございます。こんばんは。2月3日12時から開放です。見ました、ありがとう。報告なんか偉いだった、ありがとう。フードユナッピ、フード着ながらフードパクパクしてね。どういうこと？こんばんは。かぶってた方がいいかな。明日メガネ買いたいなと思って。こんばんは。なぜかユナのメガネくんがね、なんか歪んじゃってて。さとみっちハートありがとう。大学の課題まだ。フレームピンク、ピンクはないな。うん、コンタクトしてる。ひなくん、また用心も取りまっち。ドーナツって何？ことちゃん、ハートありがとう。おねむじゃないです、全然。
今日も一日お疲れ様でした。どんな一日でしたか？2月1日か、2月が今日から始まりましたけど、こんばんは。ちょっと課題やってました。お疲れ。お眠かわ。ちら。みんなの最近の癒しはね、ほんとファンの皆さんなんですよ。クッ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 ク。月はじめはゆうも仕事忙しいんだ。お疲れ。明日授業終わりでその後美容院。いいね。てか見ましたか、乃木坂さんの5期生さん8万人ぐらい応募の方がいてて、11年受かった。すごいですよね。びっくりしました。7期生と同じ11人だなと。クックックック。NNB も NNB ももっとひなくんが頑張ります。北京パーソントラさん、ありがとう。こんばんは。なんか悔しいですよねこんばんは。悔しい。ピキッパーさん、ナッツありがとう。みんなが、みんなね、これから明るい未来がって言ってくれてる。嬉しい。たいしくん、ピーナッツありがとう。エリリ、あっちからありがとね。明日から一人ずつプロフィール発表する。そうなんだ。ヤスさん、ワンワンありがとう。次が2月の話し会最終決議。そうなの？じゃあもうチューブないのかな。ダメシラしかない犬なんですからって言ってくれてる。ありがとう。最近犬なんのこと好きすぎて嬉しい。どういうとこ好きなのかな、詳しく教えて どうやったらもうちょっとさ、なんかさ、こう一般的になんかアピールできるかな。まあけど、こんばんは。
けやん。バラさんありがとう。 TikTok とかもなかなかバズんないしさ難しい。こんばんは。とりあえず選抜目指すと確かにやっぱ研究生とかだったらね、やれることがほんと限られてて、とりあえず選抜をになりたいな、本当に。カッサン、千万流ありがとう。なんか、こんばんは。ハッシュタグ稲田の温泉鉢の合言葉、本当に合言葉ですよ。稲田だって麻雀のさ名前、ハッシュタグ稲田温泉鉢、稲田に愛と選抜にをさ名前にしてやってるもん。麻雀ジャーマンポテト、ゆきな、ピーナッツありがとう。遊びに来た、ヤッホー、今気づいた？かわいい、ありがとう。ぷっぷっぷ。最近前でちょっとだけしてた。ゆななに会えた選抜にを布教しようと思ってなに言霊って、なに言霊か。本当に思考は現実化ですよね。いいこと考えとこ。クックックック、こんばんは。ここのエクボ可愛いって言われた。こんばんは。ユダだ、今日からラベータ取ったで。ほんとに？ありがとう、誰から？もっちゃん。やっすん、かわいい、ありがとう。ピラピラスターさん、ハートありがとう。なんか許してくれたらって、うん、いいよいやな、ポケモンなどのゲームね、麻雀しかしないですね、やっぱりポケモン面白いですか？西洋史ヤバタンさん
あらちゃんありがとう、やすくんハートありがとう。ゲーム最近みんな何してるんですか？なかなかさ、ゲーム続かないんですけど。ゲームしようとダウンロードしてもだいたい3日ぐらいでその存在を忘れちゃう。こんばんは。今日も来たぜ、ありがとう。カラカラワンピーナッツ、Thank you。 分かりみが深い？やっぱり？前の彼女風動画作ってか今のことしか考えられなくて苦しいので、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。嬉しい。見て、こうやってちょっとショート風、やっぱショート似合うのかな。ひでくんハートありがとう。ゆなっぴの彼氏目線待っても、彼氏目線、そうなんですよ。ゆなくんテレビ見ないしゲームもしないし、アイドルと勉強全力っていう、なんかちょっとけどね、テレビは見ないといけないんですよ、いつかバラエティ番組出るために。何投票してありがとう。だから頑張ってみようと思います。テレビチュしてチュ。もう最近はね、本当にショールーム終わって何する、もう寝るよい。見てないキャラも重要だって。胃腸炎大丈夫？配信終わったら、携帯ちょっと触って、そうだな、ちょっとだけできたらやるかも。ゆなちゃんこんばんは。今日私のハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア今りんごちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。いつも応援してくれてありがとう。大好きリンゴですよ。パチ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 。おめでとうございます。こんばんは。こんばんは、アフル。今学期は何の講義が一番難しかった？だったら、そうだね、宇宙の講義が難しかったですね。おめでとうございます。おめでとう。
ひでくん、だるまさん、ありがとう。大変だった、宇宙の講義。大学も春休み、もう春休みけどね、課題が5日まであるかなって感じ。そうそう、ツイッター見て気づいたんだけどさ、前までな、真剣くんって呼んでたけど、マッケンくんって、マッケン、ま、山田マッケンくんっていうものね。花束ありがとうございます。スパークシャチさん、ハートありがとう。感じほんと弱くて。チケンさん、こんにちは。あゆみちゃん、正解だよね。2年生まだ必須科目が多い、ね、そうだな、多い。大学生うらやましくないよ。こんばんは。ゆなちゃんと話して楽しみにしてます。ゆなも大学の講義で眠くなる。けど好きな、自分の好きなさ、講義ばっかだから。だって自分が好きな科目だもん。そう、ゆなちゃんピカピカの1年生、大学生活半分終わった。半分まだ終わってないよ、だって1年生だもん。第二言語は韓語です。韓語。イマリンがありがとう、ありがとう。そうだよ、1年生じゃ、1年生だよ。こんばんは。キャンパス行けないのつらた。そっか、違うのか、大学によって。進級的さ、もちのろん、もちのろんです。頑張ったんだもん。はじさん、だるまさん、ありがとうございます。今日大変だったな。そう、1回生です。宇宙と中国ドームでした。チューしてほしいです。チュなくん、本当によく頑張ったよって言ってくれてる、ありがとう。さとみちゃん、かわいい、ありがとう。こんばんは。
ケンくんハートありがとう。学食のために行ってたの？確かに学食はなんか男性の方が好きそうなメニューばっかりですよね。なんか丼ぶりみたいな。今日もチャレンジかわいい。Thank you。大学には変装。変装、まあ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 。それなりに。ユナとは分からへんと思う。好きな学食？健康なやつ。女子大のイメージやった？ショートヘア似合う？食べた？女子大。かっさん千万里ありがとう。こんばんは。こんばんは。のっぴダイエット頑張ってたくさんパクパクでき、それがちょっと最近ちょっとねたくさんパクパクしすぎなんですよ。なんせストレスが溜まって。たくやんばらさんありがとう。いや、なんか悔しいことがあったらちょっとあの食べちゃうんだよね。どうしよう。コトちゃんハーターありがとう。無事に大学卒業できれば10年間女子校。お嬢様じゃん。拡大してみたら注意したくなります。どういうこと？いっぱい食べて頑張ってるから溶けてくれてありがとう。コトちゃんハートありがとう。最近 NNB のドキュメンタリー見てて、そこでゆなちゃんのこと、お尻今7期生にハマってます。そうなの？のあちゃんありがとう。皆さんのストレスの発散法はユナですよね。こんばんは。ピ
ラピラスタンさん、ハートありがとうございます。節分の日の思い出、ショールームで恵方巻き食べたこと。いやんと、美味しい食べ物。8期生の YouTube にハマってるの。そうなの？ゆなぴの顔見てニヤニヤするので、マイナスストレス発散法。なるほどね。みなくんファイトだって、ありがとう。ゆな元気な源、嬉しい。ゆなもピューラーさんだけがゆなのあの元気の源だよ。ゆなは浅草行ったことある、話したことあるかもしれないですけど、高校生の時かな、修学旅行で、なんか自由にあの自由に決めれるんですよ、行く場所を。でなんか先生が考えたプランの中で浅草みたいに入ってて、浅草なんかみんな別に興味ないみたいな感じだったんですけど、なんか先生が浅草めっちゃ行きたがってたので、おじいちゃんの先生だったんですけど、先生が喜ぶならということで浅草行きました。先生めっちゃ浅草を演説してはって可愛かった。聞いたことあったでしょ。安心して、安心できません。ほんとありがとう。ほっこり知る話でした。こんばんは。あー、雷門行きましたね。写真撮ったな。けなんか3泊じゃあ2泊3日だったんかな。そう、買ってない買ってない。何買ったっけね。あ、人形焼きじゃないわ、なんかそういうの買った、有名なやつ。もんじゃ焼き食べたことありますよ。人形焼きか。東京めっちゃ寒い？東京いいな。うん、夢の国も行きました。スカイツリーも行った行った。クンドバイの家に泊まりな、だってイズミタハートありがとう。なんかスカイツリー、エビ天丼食べてない。スカイツリーでもんじゃ焼き食べました。それは修学旅行じゃなくて、ママと2011年に行きましたね。こんばんは。東京に住んでる人より東京に詳しいんじゃない。それはない、それはないです全然。
警備員の社員さんが唐揚げ弁当屋さんしてるんですか。すごっ。金子さんがインド料理屋さんしてるみたいな感じ。なきにゃぽにゃぽん。遅刻しました。大丈夫ですよ。おはようございます。ねむ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 。ケンくん、かわいい、ありがとう。いやもう話し会2月だよ。2月に会って2月に楽しみすぎる。わかるよ。ブログにもよくコメントしてくれてたよね。あきら先生と会ってないです。あるから。ラッチチパラさん、ありがとう。やな、いつも何時くらい寝てるの。そうだな、昨日は1時とか2時とかだったっけな。なんか公園の日はなかなか寝つきが悪くて、なんかちょっと最初から諦めてるんですけど、公園の日本当にね、なかなか寝れなくて。公園あった日、ひでくん、ハート、ありがとう。今日から正式にピオラか。ありがとう。いろんな雑誌でユナくんのグラビアもっと見たいなって。一回目見たことないでしょ。イズミタン、ハート、ありがとう。民生、民生、なんかなんだろうな、今日寝つき悪いな。今日からビーツ指導だ。そうなの、今日からなの。こんばんは。じゃあ、お星様、ありがとう。ビスまだ家にある。エナもある。昨日2時しかないと。マジで。こんばんは。幼稚受付も申し込みます。ありがとう。ピロピロしたんさ、ハートありがとう。さとみっちもハートありがとう。何か2月から？こんばんは。ああ、なるほど、新チーム体制ってことか。エリリン、結婚してありがとう。僕の好きな最強ツインテール似合いすぎてキュンシする。なんで二つに結んだの。男たちは首だけ。
初めて見た、バラさん、ゆうちゃん、お星様ありがとう。ゆなはインスタしたいねんけどね、正規メンバーにならないとできないの。だからできません。早く正規メンバーに上がるには先発に入らなきゃ。どっちがどっちって感じだけど。やじも追加します、ありがとう。最強ツインテールショールームだから受けないの。インスタ解説待ってる、ありがとう。僕の中ではセンターであり、センターじゃあ僕の中では選抜であり、センターありがとう、嬉しい。こんばんは。カペラ配信、エリに選ばれてありがとう。幸せマルね、ラブレター返信した、もっと届いた。ポタロくん、トラコありがとう。確かに柿食べたい。カラマンハートありがとう。こんばんは。パク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 、
ねえねえ、特技にさ、お絵描きもさ、入れたんだよ。お絵描き結構得意な気がしてきた。そりゃ上にはいると思うけどね。明日日後期末試験を受け終えたら後期の期末試験にすきべて終わる。お疲れ。なんかピオラさん大学生も多いですよね。先におやすみなさい。寝ちゃうの？もうそろそろ早くなっちゃうと最後に会って合算ヶ月。そんなにもなっちゃう？ここ僕は絵のコンクールで全国1位になったこと、すごい。全国1位すごい。まあいいな、目指し老若男女さんに愛されるアイドルなのでね。ピュアラ心理言っちゃったよ。じゃあランキング読みます。13位、ピロピロスタンさん、今日もありがとうピロピロ。待って、フードでもお顔隠れちゃってるわ。ありがピロピロ。12位、カッサン。うわっ、早くの髪は嬉しい。カッサン4時待ってるね。ちいちい、やっさんやっさん、ありがとう。今日も見てくれて、いつもツイッターでも書いてくれてありがとうね。次はゆうちゃん、いなくいつも優しい、大好き。じゃあいなく優しくなくなったら嫌いなの？ ひねくれ者みたい。キュイ、コトちゃん、コトちゃんありがとう。今日も見てくれてありがとうね。8はラッチッチだ。ありがとうラッチッチ。嫌なのしか勝てんだよね。ありがとうラッチッチ。7、イズミータン。ありがとう、途中からありがとうね。嬉しい、イズミータン来てくれて。7位がたくや、赤髪たくん、今日もありがとうございました、感謝。6位はまっけんゆくん、ありがとう。ごめんね、今まで呼び方間違えてて、やっとわかった。5位は気象予報士様様、バタヤンさん、ありがとう。気象予報士さん、明日の天気教えてください。4位は何気にワイタンピ、ワイタン、テンキュー。カメントもたくさんありがとね。そして、3位がマッチュン、ありがとう。今日もマッチュン見てくれて。2位がエリリン。マジでエリリン動画作るの、お前。星エリリンの動画技術ありがとう。そして栄えある1は、今日から正式にピオラになったひでくんです。ありがとうひでくん。パクパク隊からのピオラありがとう。初めてのお話が楽しみにしてるからね。ありがとうひでくん。見ていい感じ、アバター。
リンパクパクしてますけど。また明日のお休み。嬉しすぎたのでこれからも動画続けます。ありがとう。やすみかん、ありがとう。3週も感謝。おやすみ。ローの位置に、あなた若いでしょまだ。今日見足ありがとう、ありがとう。わあ、前髪の嵐だ。前髪が治った。今日も今日撮って大好き、ありがとう。最後にチクチタイム。